AR-57 弾層のように見えるものは空や鏡受けである AR-57 は 5.56mm 弾を使用する AR-15 ライフルを 5.7X28mm 弾が使用できるように改造したものでカービンもしくは PDW のカテゴリーに分類される自動火器である AR-57 とも呼ばれる アメリカ合衆国のラインラントアームズ社によって設計され、現在はエアロプレシジョン社によって製造されている改造キットで AR-15 用のレシーバーキットとして、または組み込み済みの完成品として生産、販売されている AR-15 のアッパーレシーバーおよび重心部を AR-15 本来のものと交換して 5.7X28mm 弾を発射できるようにするものである。弾倉は FNP-90 のものを使い、銃の上部に重心と平行に装着される。球弾方法も FNP-90 同様、上部から球弾される方式となっている。発射後、空薬莢はロアーレシーバーの全部下方。 改造前の 5.56mm 弾、マガジン装着口から排出される。ただ、上部のピカティニーレールは狭いため、光学照準機などを取り付けるスペースは、他の重火器に比べ少ない。ありがとうございます。